ただいまご紹介に預かりました、経済産業省情報技術事業促進課の青木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、角田様、本日はお忙しいところ、貴重なお話を賜りまして、本当にありがとうございました。お話でも触れていただきました、DX 銘柄の所管課ということで、僭越ながら私の方からコメントと、あとご講演を受けてのですね、ご質問を何点かさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。昨年、SRE 様が受賞されました、この DX 銘柄とは何ぞやというところを簡単にですね、ご紹介、お話の中でも簡単に触れていただきましたけれども、改めましてご紹介をさせていただければと思います。で、この、デジタルトランスフォーメーション銘柄、DX 銘柄と申しますのが、弊社と東証の方でですね、共同で実証しておりまして、東証に上場している企業の中から企業価値の向上につながる、DX を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が認められるという企業をですね、業種ごとに毎年選定をしているものでございます。平田さんのプロセス図にありますけれども、昨年はですね、約3700社の中からグランプリということで、SRE 様が選出をされたというところになってございます。で、この DX 銘柄というのが、どういうポイントで評価されているのかというのを簡単にご説明をさせていただきますと、この評価項目とございますけれども、大きくはですね、1の企業価値貢献と、そして2の DX 実現能力というところから評価をされております。また、特にこの1の企業価値貢献というのは、既存ビジネスモデルの進化と業態変革、新規ビジネスモデルの創出というふうに、またさらに分けるということができまして、ちょっとこの点をですね、ご説明をいたしますと、この企業価値貢献、大きくですね、この図の方にお示ししているような4象限で捉えていただければと思いまして、まず左側がですね、デジタル技術を用いた既存ビジネスモデルの進化と。で、右側がこの業態変革、新規ビジネスモデルの創出。そして、上側が、その対象がですね、外部の顧客であったり、ステークホルダーだったりと。で、下が内部、社内的なところですね。というふうに分かれてございます。で、より難易度が高い、どれも大事なところではあるんですけれども、より難易度が高いのは、左よりも右、既存よりも、新規のビジネスモデルを打ち出すというのは難しいよねと。そして、下よりも上、社内も大事なんだけれども、外に染み出していくというのはなかなか難易度が高いところですよね、ということで、銘柄評価委員会の方では、この右でありかつ上、右上のところですね、外部への影響を持った、そして新規の取り組みというのを、より評価するというような立て付けになっておりまして、まさにですね、昨年の SRE 様の DX の取り組みというのは、もう右上だよねというところで、評価を委員会の方で評価をされたというふうに認識をしております。で、先生ながらですね、こちらをまとめさせていただきますと、SRE 様にですね、学ぶ、DX の本質というところで、成功を収める DX の取り組みは、組織内部の変革にとどまらず、ビジネスモデルのデジタル化を通じて、顧客や業界全体等の組織外部に対しても価値を提供するとともに、インパクトを与えて、デジタル化を促すと。いうところですね。まさに、SRI 様の取り組みは、そういったところを体現されているというところが、有識者委員会の方でも評価をされたというところでございます。で、こういったところをですね、踏まえまして、そして本日お話しいただいた内容を受けてですね、ちょっと多いんですけれども、質問の方させていただければと、ぜひお聞きしたいというところがございまして、何点かご質問させていただきます。まず1点目ですけれども、この DX がですね、一朝一夕に実現できるものではないというのは、論を待たないところですけれども、中長期的なですね、投資ですとか、体制の確保を求められるといったところで、2014年創業ということですから、まだ
比較的若いと言われる御社がですね、ここまで短期間で目に見える成果を出せた、2021のグランプリを受賞したというところまでの成果を出せた要因はどういったところにあるとお考えでしょうかというのが1点目でございます。2点目ですけれども、ご講演の中にもありました、課題の設定というところですね、この自社の課題把握というのは極めて重要であると考えております。御社の場合はリアル×テクノロジーというですね、基本戦略のもとで、社内外の、ステークホルダー、もしかするとですね、若い御社であれば、あまりその社内の抵抗勢力みたいなお話はもしかすると、他の企業さんよりは少ないのかもしれませんけれども、そういった社内のステークホルダー、そして社外のステークホルダー、どういった会話を行って、こういった課題の設定に至ったのかというのをお聞きできればというのが2点目でございます。3点目ですけれども、現在、多くの企業がデジタル人材の確保育成に苦戦苦慮をしているところでございます。この政府としましても、デジタル人材の確保育成というのは急務であるという認識に立っておりまして、この今お話にありましたけれども、外部からの人材の採用もそうですし、あとは人材育成のノウハウをですね、パッケージング化して、外部に提供できるレベルまで昇華したという御社の方から見てですね、なかなか今、デジタル人材の確保育成が思うように進んでないという、日本企業へのアドバイス等あればいただきたいなというのが3点目でございます。4点目でございますけれども、こういった DX の取り組みを進めるにあたって、グループ企業であることの強みなどはあるかということですね。お話の中でもですね、ソニーの DNA が生きているというお話ありました。いろいろな関連する企業様があるという話でございましたけれども、そういった強み、もちろん強みがあってのところではあると思いますけれども、改めてお話を伺えたらと思います。そしてまた、御社のですね、事例、DX の取り組みというのが、ソニーグループ全体に与える影響等があったのかどうかも合わせてお伺いできればと思います。で、5点目ですけれども、DX を推進するにあたってですね、成功事例ばかりではなくてですね、グランプリを受賞された企業であってもですね、そこに至る道のりは必ずしもですね、平坦ではなかったのではないかなと推察をしておりますけれども、DX 推進にあたっての苦労した点であったりとか、失敗例みたいなものがですね、伺える範囲でお伺いすることができればなと思ってございます。で6点目でございますけれども、昨年ですね、DX グランプリ2021に選出をされまして、そのことへの反響等が何かありましたでしょうか。もしあればですね、お教えいただけるとありがたいなと思っております。で、最後ですけれども、ちょっと抽象的な質問になってしまって恐縮ですけれども、DX というとハードルが高い、 DX と聞くだけでハードルが高い、まず何から始めればいいのか分かんない、そもそも自分事として捉えられないというふうに感じておられる、経営者、企業関係者の方は、まだまだ多いのが正直実態かなというふうに思っております。ある意味去年ですね、日本企業の中で、最も DX の取り組みを評価された御社から見てですね、こういったまず一歩を踏み出すっていうところでですね、なかなか苦戦を強いられている企業関係者の皆様に何かメッセージ等をいただければ大変ありがたく存じます。すいません、ちょっと質問の数も多くて申し訳ないんですけれども、お話伺えれば幸いです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは私の方でこれ上からなんか答えさせていただく形でよろしいですか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。非常にこう答えやすい質問と答えにくいのもありますがはい、ありがとうございます。まず一番上のところですね、やっぱりですね、おそらく本質の部分としては、先ほどの話にもあったんですけど、そもそも会社の創業のいわゆる設立主義みたいなものがDX だったからなんだと思うんですね。その頃まだ DX っていう言葉はあまり日本では使われてなかったですし、我々も DX っていうふうに言ってたわけではないんですけれど、実際に我々やっぱりソニーグループ自体が技術をもってさまざまな業界に新しい価値を
まあ、創始するっていうことを目指している企業体ですし、まあ、メンバーもそういう気持ちでいる社員さんなので、まあ、そこがやっぱりベースなのかなと思ってます。で、先ほど、まあ、あの既存の抵抗勢力みたいなものの話がありましたけれど、まあ、実際に我々自身が、まあ、既存の不動産会社の DX を進めたわけではなくて、自ら新しい形の不動産会社自体を創業して、でそこにテクノロジーを活用したっていうようなことを、まあ、初めからやれたっていうのが、実はこの短期間でできた大きなところなのかなと思います。で、その観点で言うと、まあ、弊社の、あの社長の西山とかがですね、まあ、それこそ私みたいな、こう、なぜかこう R&D 出身の技術者が、不動産仲介会社の役員にいきなり入ってるみたいな、そういうような会社自身をそもそも、作って、営業現場とこうストロークしながら、あのシステムをゼロから作れることができた、まあ、古いソースコードとか古いシステムとかっていうのはなかったので、まあ、そこはやっぱり大きかったのかなというふうに思っております。まあ、ここがまず1個目ですね。で、じゃあ続けて、回答をずっとさせていただきます。2つ目のところに関しては、まあ、先ほどあの、まあ、社内の敵はいましたかみたいな話ありますけど、確かにあまりいなかったかなと思っていて、まあ、トップ自らの理解もありますし、まあ、そもそも創業してメンバーを集めて、まあ、ソニーの不動産みたいなところなので、そういう新しいことをやりたいっていうようなあの方が集まってたので、まあ、そこはうまくあのいってた部分だと思います。ただ、実際にこのリアル×テクノロジーを実現するっていう上で、どう課題を解決、設定するかっていったところでは、やはりあのその業務自体を理解するっていうことが非常に重要で、まあ、それが自分の中の会社が不動産会社なんだからできたことなんですけど、本当に私自身もですね、あとは僕の技術メンバーとかも、営業マン、当社ではエージェントっていうんですけれど、エージェントにお客様のその物件の査定とかに、同席を何度もさせてもらったりとかですね、売却活動レポートとか、その重要事項説明書とかの記載とかを一緒にこうやったりとか、あとは物件確認って言われて、こう電話を打ったりとかも私もやったりとかですね、そういうのを初めの時代をずっとやってたりした。なので、そういったような、ストローク、なので、こう、現場の人たちもすごく近くて一緒にこうやるっていうような関係なので、まあ、それが、課題設定っていう意味だと、本当にこう、なんですか、役に立つ。そんなすごい技術を使わなくても効率化できるものが結構あったりするんですけど、そういったようなところっていうのが非常に重要だったのかなと思います。で、まさにこういった僕らが作ってきたシステム、今作ってるシステムっていうのを企画の段階から、そういう意味で不動産の、実業をやってるメンバーに入ってもらって、で、そこでの、まあ、案出しで、かつそこで作ったソフトウェアのプロトタイプですね、そこも使ってもらって、この間も、いや、これじゃ使えないよってダメ出しをまさにこう食らったりしてるんですけど、まあ、そういったサイクルを内部で、繰り返して、まあ、本当にまあこれだったら使えるよねっていうツールっていうのをまあ提供できている。まあ、そういったような形で課題を設定するってことができているのが強いのかなというふうに思っています。で、3番目ですね。このあたりはなかなか難しいところかなと思うんですが、多分私どもが、うまくこう、ここの部分、育成とか、まあ、確保の部分ができているのは、まあ、今回 の、 受賞させていただいたっていうようなところも、非常に大きく聞き始めてるなと思ってるんですけれど、まあ、DX に真剣に取り組んでいるっていう姿勢っていうものを、まあ、世の中に認知いただいている。で、そのもう一個 の、 その認知する理由としては、実際に自社のサービス、プロダクトとして、確かにこう DX に取り組んでる、まあ、そういった SaaS サービスみたいなものをやっているんだなっていうふうに、特にエンジニアの、人材確保っていう意味だと、認知をしてもらっている。まあ、先ほどの DevOps みたいな形でサービスを作り上げるっていうことに、やはりエンジニアリングの人たちは興味を持つ部分が最近大きいので、まあ、そういったような形で弊社を選んでいただいているのかなと思ってます。ただ、そうですね。先ほど来の繰り返しになってしまうかもしれないですけれど、まあ、ここでいうデジタル人材、まあ、DX として実現するデジタル人材で必ずしもエンジニアだけだと全くうまくいかなくて、実際に実務を知っているっていうことが非常に重要なんですね。なので、やっぱりこうエンジニアリングに対して強みがない、まあ、弊社の、例えばその不動産のエージェントっていうものは、まあ、当然、ソフトウェアとか書けるわけではないんですけれど、我々がその社内で
は彼らの技術パートナーとなって一緒にこう現場での課題を理解しながら、あ、ここってなんか困ってるんだけどみたいなところで、まあ、ちょっとずつ改善をしてあげる、まあ、そういった中で現場から使える DX のアイデアを生み出せる人っていうのが多分今後のいわゆるデジタル人材として非常に重要なのかなと思うんですね。ソフトウェアかけるっていうよりは例えば AI なりこういったようなことを使えばここのものがもしかしたらこうよくできるかもっていうの発想ができるような人っていうのをいかに育てるかっていうのが日本企業全体だとやっぱり重要なのかなというふうに思っています。また次の質問ですね。グループ企業の強み。そうですね。やはり、企業文化とか考え方っていうのが、実はやっぱり一番強みなのかなって思います。これはソニー本体もそうだし、我々ソニーグループもそうなのかなと思うんですけど、やっぱり新しいことチャレンジしようって、やっぱりみんな思っているので、そこは非常に強い部分かなと思っています。あと、まあ具体的な意味だとすると、特に創業当初とかは人材確保の意味で、ブランドの強みっていう側面はやっぱりあったのかなというふうに思ってます。で、我々がまあこういったような、まあちょっと成功っていうまでに行くまでにはまだまだだとは思っているんですけど、ソニーグループ全体に与えた影響の一つとして、やはり感じているのは、特に我々創業した2014年の頃ってソニーグループもまあ結構いろいろな面意味で苦しんでいる部分もあって、新規事業を自ら生み出していこうっていうような社内的な仕組みとかも作り始めているような時期だったんですね。で、私自身もエンジニア側のマネジメントをしていて、やっぱりもっと技術を使って新しい事業を作らなきゃっていうふうに思っている中で、まあ、今回 SRE ホールディングスがまあ技術をソニーの技術も活用しながらコーポレートベンチャーとしてある程度の形まで成功できたっていうのは、まあ、ソニーとして新しいビジネス領域にチャレンジしてこういうような展開っていうのも SRE さんできてるよねっていうふうにいうのは元の私のなんかメンバーとかも言ってくれるので、まあ、そういう機運を社内で高める一つの影響っていうのは与えられたかなというふうに感じています。で、4つ目ですかね。DX の苦労。ですね、これはですね、そういう意味だと先ほどプレゼンテーションの中で話させていただいたステップ1からステップ2ですね、自社のところから外に展開する、まあ、先ほどまあお話の中でも青木さんがお話しされてたその右の証言、右上の証言のところに行くっていうところがやっぱり一番大変だったなと思っていて、具体的に言うと当時はまだSRE ホールディングスという名前ではなくてですね、ソニー不動産という名前で、まあ、名前からして不動産仲介業、不動産会社だったんですね。で、私はそこで作った、ソニー不動産で作ったツールが、これ便利で、実際に精度も高いし、作業効率が、10倍ぐらい上がりますよ、みたいな感じで、こう、営業自体も私も言ってたんですけど、なんでライバル会社のソニーさんが来るのっていうことが何度も責任が押されるのは、そういったようなところで、中のうまくいってるのを外に展開するっていうのは、結構、苦労した点かなとは思いますね。ただ実際にこう試しにこうちょっと使ってみてくださいというような形で使っていただくと、実際にそのお客様の会社のところの現場でも確かにこれで効率化できるよねっていう話をしていただけましたし、実際その外のお客様にプレゼンするときにも実際にソニー不動産の中の現場でここの業務のここに関してこのツール使ったら10分かかってたのが3分30秒になりましたっていう本当にファクトをもとに語ることができたので、まあ、それでステップ2につなげるっていうことを、まあ、良さも実感してもらって、まあ、導入につながる、まあ、そういった流れを作り出せたのかなっていうふうに思っています。なのでやはり多分他の業界とかの DX のところを右上の証言に上げるっていったところでもやっぱり何だかでってこう物がいいというか実際に役に立つ部分というのをいかに作り上げるかっていうのが、まあ、それが細かい機能であっても、まあ、そういった部分が非常に重要なのかなというふうに思っています。で、選出されたことへの反響ということですが、ありがとうございます。こちら非常に大きい反響をいただいているかなというふうに思っておりまして大変感謝しています。実際にですね、いろいろな会社様で、これは不動産業界だけではなくて、他の業界も含めてなんですけれど、実際に DX を推進したいんだけど、サポートをしてくれないかとか、コンサルティングをっていうようなお声を、今まで以上に多くいただけるようになっております。
なので、我々もですね、当然、不動産業界の DX で、その中でも先ほどの、コマがどんどん奥に行くっていう話の中で、不動産業界の中もさまざまな事業ドメインがありますので、そういったところに貢献するにプラスして、他業界に我々の、技術ベースでご貢献できるところがあればですね、そこに関しても、より貢献できるように頑張っていきたいなというふうに思っています。で最後、メッセージということで、DX ハードル高い、何が重要かということですが、今日のすみません、プレゼンテーションでお話したように、やっぱりリアル×テクノロジーっていうところなのかなというふうに思っています。で何から始めればという話はあるんですが、やはりDX の肝の部分のリアルのところっていうのは、経営者の皆様が、やはりそれぞれのビジネスドメインのプロでいらっしゃいますし、その会社の中にはまさに現場がやはりあるはずなんですよね。なので、やっぱりその現場で起きている課題っていうものを、今までも当然そのビジネスを推進する上で解決をどんどんしていって、経営をされているとは思うんですが、そこに対して、先ほどのいわゆるデジタル人材というところに関わるのかもしれないですが、テクノロジーを用いたらどう解決できるかみたいなことを結構こう真剣に考える場みたいなものを作るのは一つなのかなというふうに思っています。第一歩目としてですね。で当社も先ほどのプレゼンにもありましたが、意識的にですね、やっぱりある程度その会社も大きくなってきている部分があるので、営業現場とエンジニアがこうディスカッションしたりとか、ワークショップをするみたいな仕組みは実は持っているので、今日の夕方とかも実際に営業側の方が機上査定というのをお客様とどうやるかっていうのをエンジニア向けにこうやったりというのことをやりますので、やはりそういったような場を作るっていうのが大切かなと。でもしもちろん社内にエンジニア等がいらっしゃらない会社様もあるかなと思うので、そういった会社様っていうのは、その営業のプロの人に対して、エンジニアリング的な、ディスカッションができるようなパートナー会社様を見つけて、そこと連携しながら今のようなディスカッションワークショップの場みたいなのを定期的に作っていく。そういったようなことが一つ一歩目としては可能性があるのかなというふうに思っております。はい、ちょっと長くなりましたけど、以上ご回答になります。ありがとうございます。本当にですね、一つ一つご回答いただきまして、本当にありがとうございました。本当にいずれもですね、なるほどという、納得させられるところが ありまして、やはり、若い会社だからこそっていうところはもちろん今おっしゃられたようにですね、あったかと思うんですけど、そういったところからもその社内の雰囲気ですとか、マインドっていうんですかね、そういったところが風通しがいいところもあるのかなっていうのもですね、ちょっと今のお話を伺っていて推察もしたところでございますし、ちょっとエピソード的にもですね、その物件査定を現場で一緒に見ると、まさに本当にリアル×テクノロジーっていうところを体現されているのかなというふうにも思いました。また特に人材のところですね、本当にただただエンジニアを確保しているだけじゃないんだと、もう現場実務を分かっている、あるいは経営のところもにも絡んでいけるような人と、テクノロジーっていうところで、いわゆる両利きの人材っていうんですかね、そういったところを育成されようとしているっていうところが伺えて非常に勉強になりました。SRE 様の取り組みですと、どうしてもこのすごい技術っていう方に注目が行きがちですけれども、やはりその今の話を伺ってても、まず原点はその現場というかですね、起きている課題をどのようにしてデジタル技術を使って解決していくのかという、まさに本当に DX そのものなのかなというふうにお話を伺ってて感じたところでございます。本当に本日は今日の話をありがとうございました。角田様、青木様、ありがとうございました。それではこれより質疑応答に入ります。最初の質問は、角田様はバリバリのデータアナリストですが、なぜ不動産に興味を持たれたのでしょうか。最後に言われた経済的国民的生活的に重要だからでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もちろん言っていただいたような高尚な部分も多少あったと思うんですね。世の中にインパクト大きいなっていうのはあったんですけど、私自身は人がこう最適な意思決定をする支援をやりたいとずっと実は思っていて、大学とかの時は実は
いわゆる物流輸送に関しての最適化モデルみたいなものを実はやってたりした人間なんですね。で、ソニーに入ってからは、例えばその好きなテレビ番組が自動で集まるとか、好きなゲームがプレイできるみたいな、そういったようなところも、やっぱり最適な意思決定支援だったんですね。で、その中で、やはり不動産っていうのは、まあ、経済的国民生活全体っていう視点よりもうちょっと、多分自分に根ざしてもですね、非常に大きい買い物とかですし、まあ、そこって、まだまだよくできるような、で、しかもよくしたら、まあ、みんなこう、あ、こんな高い買い物なのに失敗したみたいなことが減るかなっていうのが、ベースとしての思いで、まあ、それがおっしゃるように、規模が大きいので、まあ、経済、国民生活的にも、まあ、重要な部分に、フォローアップできるといいかなというふうに思います。はい。はい、ありがとうございます。続きまして、日本の DX に対してもっとこうしてほしいというようなご意見はございますでしょうか。そうですね。まあ、本日のような場をいただいたので、まあ、不動産業界だけではないんですけど、先ほど申し上げたように、やはり特にこうエンジニアリング的な立場から言うと、特に効率化とかを進めるにあたってデータがやっぱり重要なんですね。で、まあ、日本ってさまざまな業界にたくさんの会社様がいるんですけれども、やっぱりそれぞれ独自のまあやり方で効率化してたりとか、まあ、データとかが共通化されていなかったりとか、あるいはオープン化されていなかったりっていう部分が非常に大きいんですね。だからそこの部分っていうのを、ある程度こう政府なりが、まあ、日本全体で温度を取りながら、もちろん個人情報とかもあるので、いろいろ整理は必要だと思うんですけど、そういうのを業界ごとにこう作っていく。で、その先ではもしかしたらこう業界横断で、まあ、それこそ個人の ID とかが紐づくような時代にもなってきましたので、そこもデータ連携できると、まあ、それこそクロスドメインでのいろんな新しい体験とかサービスっていうのが作りやすくなるのかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。続きまして、敷金礼金など業界の規定でガチガチの不動産産業で DX を進めるにあたって業界からの反発等はなかったのでしょうか。そうですね、このあたりは確かにありましたね。まあ、2つの観点であったんですけれど、まあ、私どもですね、まあ、新しい選択肢という形でビジネスモデルの観点と技術の観点で両方ともアプローチをしていて、ビジネスモデルの観点でいうと、片手取引っていうんですけれど、不動産売買仲介の時に売り手様と買い手様それぞれが仲介手数料というのを払うんですけど、それぞれ売り手様の担当する営業と買い手様の営業を分けるっていうような形で我々やっているんですね。で、まあ、そうするとですね、まあ、いわゆる両手仲介っていうのをやっている売り手買い手に対して の営業マンが一人でやるっていうような会社さんから見るとですね、ちょっとやり方が今までと違うんじゃないのっていうような話は結構いただいたりしましたね。ただまあそこのところに関しては、まあ、先ほどの最終的にお客様に選択肢を増やす。で、その中で我々のモデルがいいってお客様もいるでしょうし、まあ、他社様がやられているところも双方いいところがあるので、まあ、そこに関しては何度かご説明をして、まあ、100% 理解いただいているかっていうとそうではないのかもしれないですけど、まあ、そのあたりっていうのは昔に比べるとだいぶ理解は進んだかなっていうふうに思ってます。で、まあ、技術的な観点という観点だと、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、そういうところも含めてライバル企業みたいに思われてしまっていたので、初めはこう営業とか使ってもらうのに結構苦労はしたんですけれど、まあ、そこのところはやっぱりソフトウェアとしての良さ。まあ、あとは、まあ、弊社、ビジネスとしては不動産の事業と、この AIIT の事業っていうのは完全にファイアウォールを持って分けていて、実際に私どもの、ツールを使うにあたっては、その SRE の不動産事業体からも、他社さんと同じお金を実は僕らもらってビジネスを提供しているので、まあ、そういう意味だと、そういう独立したファイアウォールの中で、AIIT サービスをやっている企業体ですということを理解いただいて、まあ、このあたりがだいぶ乗り越えられたのかなというふうに思っています。ご丁寧な解説ありがとうございました。それでは早々ウェビナーを終了いたします。角田様、青木様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。